はい、皆さん、毎度毎度。はい、カラー専門店の仕事ね。自分で染めたのとあんまり変わんないって。あれ、なんでやってんのかな多分ね、水で薄めてるような気がするね。薬をね。ちょっとアルカリ度が下がってね、あの、白髪が染まりにくく、襟足の方の硬い毛なんかは、やっぱり茶髪にもならないっていう感じ。そう考えると、なんとなく辻褄が合うかな。まあ、自分が見た限りね、あの、カラー専門店のカラー剤、非常に粗悪品 安いだけじゃないと思うね。アプラさんなんかリーズナブルに売ってるけどね。あれはしっかり塗布してしっかり時間を置けばバチッと染まるからね。で、ちょっと気になるのは私はカラーいまいち。しばちゃん先生は 経営者の方かな経営者だと、塗布量が少なかったりするんでね。そするとやっぱりいまいちっていう感じになる。それともナプラを使ってっからいまいちなのかなまあヘアカラーとか白髪染めね。これはもう薬が勝負になるからね。変な素悪品の薬使うとね、やっぱり手触りが悪かったりね。安いだけでね。白高が浮いたり染まりが悪かったりね。で、やっぱり信頼できるメーカーまあうちはロレアル使ってっけどね。ロレアルのね、TB の6番 これで白髪3割ぐらいの人を染めて、港としか言えないね。それでやってね、塗布量がしっかり濡れて30分ね、しっかり置けばね、必ず染まってるからね。茶髪に、ちょっと茶髪に。あと、毎月染めてる人はいい色が出るんだよね。で、2ヶ月おき、3ヶ月おきに同じことをね、同じ髪質の人がやってもね、やっぱね、毛先の色がね、退色しやすいっていうのを、毎月染めてないと。 なんか、二ヶ月置き三ヶ月置きに染めてるとローリアルのその同じ6番で染めても、なんかね、もう、白茶けて戻ってくるっつのかな。で、来るたび来るたび全体染めになっちゃうっつの。中にはね、そうやってけたのが、 好きっていう人もいるんだよね。染めたてはね、まあ、黒茶に染まってると全体にね、全体に染めてんだから。で、1ヶ月後経つと根元が1センチ伸びるじゃないまあでも毛先は、ま、微妙に色が落ちる。中間毛先はね。ほんで2ヶ月経つと完全にほら、根元の白くが目立つんだけど、全体に薄茶色に退色してるから、なんとなく騙せるっての、2ヶ月から3ヶ月間。で、それが嫌でね、美容師さんが黒目使うとね、その2ヶ月かから3ヶ月の間がね、毛先中間がね、黒くて、 あ、茶色で根元が白っぽくて、なんかそれが嫌だっていうのあったね。だから、ちょっと明るくしてっていうので、退職を楽しんでるの ?3 ヶ月目ぐらいにね、染めに来た時は本当に退職してる。だけど、なんとなく薄茶色で、それなりになってるっていうのまあそういう人いるよね。だから、暗く染めないでと。ちょっと明るめで最初から染めてと。で、退職も楽しむと。あ、まあいろいろだね、皆さんね。はい、お疲れ様でした。